カザキは、江戸時代中頃に書かれた真田氏と上野国に関する、詩書である。カザワ平治財門覚書は、上野国のまた藩の藩士だったカザワ平治財門による覚書である。その内容は主に、戦国時代後期の天文10年から天正18年に、渡る50年間の、利根軍、東ズ軍の軍旗や知史を集めたものである。 原本が実際に執筆されたのはおよそ100年後の天名元年頃で、かざ平治左衛門は当時の資料や現地での調査、古伝をもとに表したと考えられている。一般に交換されたのは明治時代になってからで、原本をもとに上書編集したものが、かざとして知られるようになった。群馬県の北部の歴史、地史資料として極めて詳細に書かれており、戦国時代から、 江戸時代初期にかけての重要な地域資料として位置、続けられている。とりわけ、東地方西部は歴史資料が乏しく、当地の資料としては、風脇が最古のものである。風脇関連地図、風脇の著者は、風ざ平治財門という。出身は、品濃国北部の証券軍の風ざ村、本姓を小林と言った。風ざ家はもともと、熱死家臣だった。 熱氏は、信濃国北部の証券軍の名族、重野氏の末裔である。戦国時代後期、風和家は、真田氏に侵入するようになり、天正十四年には、真田信行の家老として、上野国利根郡川田一帯を配慮している。風和家は、以後も、代々、真田家の家老を務めたという。風和平治左衛門が生まれた1628年頃の、真田家は、 真田信之を藩主として、松代藩を治めていた。沼田城下三万国は、真田家の飛び地の領地となっており、信之の長子、真田ダ・新吉に分領として預けられていた。明暦四年に、真田家の光景をめぐるお家騒動があり、最終的に、松代藩を、真田宗家の真田行動が終焦し、沼田は、 いとこの、真田信のぶに分与され、沼田藩として独立することになった。か沢平治左衛門は、大座佐籍省の番人となり、官場法に任じられた。また、沼田藩主、真田信人氏のぶの勇筆も務めた。とはいえ、六高は四両三人ぶちに過ぎなかった。藩主の真田信のぶは悪政を行い、領民を苦しめたという。遠方八年には、沼田藩が、 幕府勘定方より、江戸の両国教工事の木材居室を受けようが、この攻めを果たすことができなかった。この事態に及び、河沢平治左衛門は、藩の行き過ぎを察して、職を辞したという。ほどなくして、両民、杉木重左衛門による直訴があり、天南元年に信都氏は改役、沼田藩は廃藩となったこの時幕府方は、藩の内情について、勘定法だった。 か沢平治財門に取り調べを行った。その際に、か沢らが提出した、上野国沼田漁品々を書きも、父資料として重要視されている。繁殖を辞して、浪人となった、か沢平治財門は、川田城跡の西の片隅に居を構え、余生を過ごした。法名を、里しほまれき本古寺といい、川田城跡にある墓所は、沼田市の重要文化財に指定されている。 か沢平治左衛門は、浪人して、川田城後暮らしとなった後に、真田家の歴史の執筆を始めたものと推定されている。その直筆原本は、藩の環状帳の裏面に、覚書として書かれたもので、毛筆で書かれており、判読は難解なものだった。この原本が、都根郡、万所村の松田家に所蔵されており、天命二年になって、 全体の4分の1ほどの部分を選び、増田家による上書家室を経て、風は平治左衛門を覚え書きとして、紅葉山文庫に収められたのが書室である。増田家では3代にわたり、同社の研究を重ね、天保3年には改定版の風秋を紅葉山文庫に収めている。天明年間に風秋を仕上げた増田ダラは幕府に出資して、日が軍大、 勘定吟味役、日光武神御用係などを歴任した人物である。幕末には、小栗忠政と共に、横須賀造戦所を創設した。一般に刊行されたのは、明治17年に史跡集団に再録されたのが初である。その後、風明は、上野国の重要資料と評価され、増田来教授筆の原本から写本が作られた。しかし、 大正12年の関東大震災でこれらの写本がすべて消失したため、改めてよく大正13年に原本をもとに活字版が作成され交換された。風秋は戦国時代から江戸時代初期の真田氏に関連する事項を集めている。中心となるのは軍旗で真田氏とその家臣、さらに合戦などで関わりのあった諸豪族のルーツなどの解説もある。 これに付随して、品野国北部から、上野国北西部、すなわち現在の長野県上田市、群馬県あず郡、利根郡、沼田市などの自社市や地市を豊富に記録しており、地域史研究所重要、とね、あず地方の戦国時代の様相を見るには、不可欠とされる。上野国あず地方のうち、あず渓谷伊東の東アガツ地方については、 奈良時代以前から資料による言及があり、様々な情報がある。これに対して、安ず渓谷よりも奥部の西安ず地方は、江戸時代以前の歴史的資料がほぼ皆無で、風脇が最古の情報源である。風脇は、主に、真田幸隆の自責に始まり、天正神後の乱を経て、豊臣秀吉による小田原征伐まで、真田幸隆、正幸 信行の時代を扱っている。この時期にはまだ著者の風は平治財門は出生しておらず、1680年頃と目される執筆時期は、天正年間からおよそ100年後であり、実際に現地へ赴いたり、伝来の資料役伝をもとにして、執筆を行ったと推定されている。風秋では、戦国時代当時の感情安土状、当て替えなどが資料として、 多数引用されている。これらの一次資料の一部は現存し、それらと、風秋の付き合わせにより、信頼性が確認されている項目も、多数ある。その反面、合戦に関わる記述では、兵数などは、実数よりも、かなり多く記されていると推定される。また、真田氏に関する記述はつまびらかだが、敵方であった上杉氏など、真田氏以外の記述については、 他の資料類との矛盾が散見され、感触や人物の混同、取り違いなどもあり、正確性を欠く。マスだけによる工程編集を経て交換された、かざわきは前後間からなる。下記は大正13年版の目次である。ありがとうございます。